開催3日目のボートレース下関日本スポーツエージェントカップ争奪戦、レースコースは第4レースの予選競争を迎えています。1号艇は佐賀の赤嶺和也、2号艇は群馬の金子健二、3号艇は福岡の松尾元成、4号艇山口の足村幸香、5号艇は福岡の大場元明、6号艇は徳島の新田芳美、以上の6選手によって争われます。本番での作戦行動、内は 1-2-3、 外に向かっては5-6-4 の展開。内枠勢66期同期は1号艇の赤嶺、2号艇の金子とそのまま定番通り向けてきて、3コースも定番通りは3号艇の松尾元成です。1番2番3番スロー3艇で、そしてダッシュに3艇下がっていきます。さあこのカード非常に人気は割れましたが、その中での人気5号艇の大場元明、2日目の昨日はまくり差しと差しで連勝マークの大場が4コースの角戦に持ち出しました。5コースからが6号艇の新田芳美、そして今節デビューの地元期待のルーキーは4号艇の足村幸香、大外進入。第4レースの予選競争、体型3対3で1番2番3番5番6番4番の並びスタートしていきました。ダッシュ艇わずかに先行のスタートから4コースは角、5号艇の大場が伸ばして1マーク、まくり先制に打って出ます。外は4番6番と握っていきましたが、先頭5号艇の大場が1マーク旋回、後ろこれは4番はアクシデントでしょうか。現在先頭5号艇、その後は6号艇、そして1号艇2号艇接戦、5番手に3号艇となっています。スタートは前艇正常でした。なお4号艇は失格、4号艇の足村1周1マークにおいて転覆のため失格です。またしても波乱が起きています、アクシデントが起きていますが、第4レース先頭は5号艇のオーバー、追走は6号艇の新田、3番手には1号艇の赤嶺がつけて、これから2周1マークの旋回です。バックストレッチ側、レスキューの外、事故艇の外ということで、5番、6番、1番と向こう上面に入って、上位の3艇は5、6、1の台形。先頭は5号艇の大場元明、追走には6号艇の新田芳美、3番手は1号艇の赤嶺和也、そして4番手は2号艇の金子健二、5番手は3号艇の松尾元成となっています。上位台形は5、6、1の体勢、入れ替わりはなく最終周回3周目と移りました。1周の1マーク、新人4号艇足村転覆失格と波乱が起きましたが、先頭に立っているのは1周1マークを4コース角からまくった5号艇の大場元明、追走には6号艇の新田芳美、そして3番手は1号艇の赤嶺和也です。上位体系は5-6-1、この組み合わせは2連単の5-6-6.9倍、また3連単5-6-1-21.7倍のオッズとなっています。予選競争第4レース、まもなくゴールインです。先頭は5番大場がゴールイン、2着は6番の新田、3着は1番の赤嶺、続いて2番金子ゴールイン、そして3番松尾がゴールイン、なお4番足村は1周1マークにおいて転覆のため失格です。第4レースの確定をお知らせいたします。1着5番、2着6番、3着1番、以上です。お客様にお知らせいたします。1幕側、事故艇の栄光作業が始まりました。このため、恐れ入りますが、第5レースのスタート展示は今しばらくの間お待ちくださいませ。ただいま1幕側では事故艇の栄光作業が行われています。恐れ入りますが、第5レースのスタート展示はしばらくお待ちくださいませ。